今週のヤングジャンプのかぐや様の展開がすげえことになってるって話をします。これちょっとまあすごいネタバレになるんです、ちょっと注意してほしいんですけど、まず白金会長がスタンフォード大学に留学するからアメリカへ行く、だからもうかぐやと日本でイチャイチャすることはできないよっていう話をまあ結構してるんですよ。まあ、だからかぐやも白金も藤原も2年生だけど、まあ次の3年生で学園祭やることはないよっていうのがまあ、3期の最終話の告白につながるわけなんですが、でその会長がスタンフォード大学に行くってことをまあ3年ぐらいグダグダやってたんですよ。でヤングジャンプの最新話なんですけど、まあ3期の最終話がアニメでやるの間際で何があったかっていうと、まあ、会長がついにスタンフォード大学へ行くっていう話になって、でかぐやが寝過ごしましたと、まあ、早坂がちょっと諸事情でいないのでまあ、ちょっとメイドを辞めたんで、うん、でかぐや泣きながらもう会長を追いかけ始めて、で何がやってたかっていうと、うーんって泣きながら、まあ、自家製ジェットと待てず買ってもらったジェット機を使って会長を追いかけて向こうの飛行場でなんか会長って泣きついてきて、でなんかもう1週間に一度会長とイチャイチャできるっていう、そういうことをかぐやが言い出したんですよ。いやこれすげえなと思って、うん、だって2日後に明日かもうその一日後にアニメの最終話でもうかぐやと白金は離れ離れになるよみたいな、そういう感じでお互いちょうどよかったからそろそろ決着つけようっていうか、まあそろそろ交際しようっていう、そういう話ではあるとは思うんだけど、でもこいつらかぐやこいつアホの勢いのままこう会長との距離を詰め上がったっていう、そういうところがすげえなと思って、まあ、実写は実写でなんかかぐやもう留学してっていう、そういうオチだったっぽいんだけど、また違う形で解決してんなっていう。まあそうだよね、まあすごいなって思った。うん、まあ今回の話、まあ白金とかぐやに対する愛着でちょっといろいろと感想は変わると思うけど、自分としてはなんかこうかぐやらしくてよかったなと思います。あとまあ原作者が同じだから当然なんだけど、かぐや様と推しの子の愛が一緒の表紙ってすげえだと。まあだって推しの子は動画工房さんがやるから、アニプレが関係するのかとか謎だから、でもヤングジャンプとしては関係ないよっていう、そういう戦いはあると思う。ただもう口酸っぱく言ってるけど、推しの子はまあいろいろと街角魔族に対する RPG 不動産ぐらいの違いはあるから、まあ風色小鳥は12話で一度知るけど、愛は3話ぐらいじゃないかなみたいな、そういう感じがあるけど、ただ推し残り関してもなんかこうルビーがやばいなと思ってたら、なんかまあ結局アホの子じゃねえかっていうか、そういう感じの話っていうのが出てきて、ただまあ AD にはいつか出世するかもしれないから、小物だと思わずに優しくしておけっていう、そういう助言とかは結構いい感じに出てきて、まあ、推しの子は推しの子で面白くなってきたなってある。まあ、ルビーが空気からちゃんともう一人の主人公として復活してきたっていう、そういうところを間違いがあるから。まあ、まあ、アクアにとっての推しが愛だとするなら、まあ、ルビーだってもう、アクアからすれば妹であると同時に推しの子なわけですからね。うん、ただ、かぐや様はあんま続いてほしくないなっていう気持ちはあるかないかって言ったら、まあ、どうなんでしょうね。まあ、いろいろとギャグ、かぐや様時代ギャグ漫画みたいなところがあるから、まあ続けようとは言えば続けられると思うけど、まあ、あんまり続ける必要あるかな、みたいなところはある。まあゴールデンカムイみたいに、やることやりきったら終わり、みたいなところは、普通にあれだと思うし、まあ、その辺どうなるかって感じですね。まあ、なんだかんだこうやってグダグダ言ってるあたり、僕もかぐや様のこと好きだと思います。以上です。